畠山重忠とはどんな人？デマで北条に滅ぼされた頼朝が最も信じた名将。畠山重忠は鎌倉幕府の有力な御家人です。頼朝挙兵時には敵対して平家についていましたが、後に心中し、自称寿永の乱で中心的な働きをする知遊兼備の武将でした。しかしその後、所領である武蔵の支配をめぐり北条時政と反目し、残言により悲劇の最後を迎えます。今回は清廉潔白な人柄で坂東武者の鏡と称えられた畠山重忠を紹介しましょう。坂東八平氏の一角、秩父氏に生まれる。畠山氏は坂東八平氏の一角、秩父氏の一族で、武蔵の国小布施郡畠山郷を領有していました。同族には江戸氏、川越氏、豊島氏などがあり、河内源氏の家人として100年以上も主従関係にあります。父の重吉は平治の乱で源義朝が廃止すると平家に下り、以後20年にわたり清盛に仕えることになりました。平家に従い、三浦一族の衣笠城を陥落。治承4年1180年8月17日に義朝の三男源頼朝が以仁王の領事を奉じて伊豆で挙兵します。その頃、畠山氏の当主重吉は大番役として京都にいたので、重忠が一族を率いて頼朝を討伐に向かいました。頼朝は伊豆国賀を奇襲で占領したものの、味方が少ないので相模の三浦一族と合流しようと酒場川へ向かう途中、石橋山で大場景親が率いる3000の平家軍の夜襲を受けて壊滅します。合流しようと酒場川まで来ていた三浦一族ですが、大雨で川が増水して渡れず、そのうちに頼朝敗北を知って衣笠城へ帰還します。その途中、由比ヶ浜で畠山重忠軍と遭遇しました。重忠の母方の祖父は三浦氏の長老三浦義明だったので、この場は穏便に事を収めようとしますが、小競り合いから本格的合戦になり、死傷者が出て両軍は痛み分けで引き上げます。重忠はその後、川越重より江戸重長の軍勢と合流し、三浦氏の本拠地衣笠城を攻めます。長老三浦義明は一人で城に残り、一族に城を捨てて頼朝と合流せよと命じて奮戦。重忠は義明を討ち取りました。長井の渡しで頼朝に降伏し御家人へ。逃げ延びた頼朝は海上で三浦一族と合流。阿波で再挙兵し、千葉常胤、上総広常を支配下に加えて2万騎の大軍に膨れ上がり、房総半島を経由して武蔵の国に入り、畠山重忠は抵抗することなく、川越重頼や江戸重長と長井渡しで頼朝に降伏。頼朝軍の先陣を務めて鎌倉に入城し、正式に御家人となりました。この後、重忠は北条時政の娘を妻に迎えています。宇治、瀬田の戦い、一の谷で活躍。寿永2年1183年、平家を都落ちさせて京都を支配していた源義仲と頼朝が対立。頼朝は弟の範頼と義経に6万騎を与えて近江の国に進出させ、寿永3年1184年正月に宇治瀬田の戦いが起こります。重忠は絡め手を担当した義経の軍勢に配属され、500騎を率いて馬を何頭も並べて馬いかだを組み、宇治川を押し渡りますが、途中で馬を射られて徒歩になり、同じく馬を射られて流れてきた大串重親が重忠にしがみついてきて身動きが取れなくなります。怒った重忠が怪力で大串をぶん投げると、これが対岸まで届き、大串は一番乗りの名乗りを上げ、敵味方に失笑されたという話があります。義仲を破った義経軍はそのまま上洛し、重忠は義経らと共に後白河法皇に見過ごしに拝謁して名乗りを上げました。寿永3年2月、範頼と義経は摂津の国福原にまで勢力を回復していた平家を討つべく京都を出発。重忠は大手方の範頼の側に属し、一の谷の戦いで活躍しました。源平盛衰期では馬を担いで日踊り越えの逆落としを行う。平家物語での重忠は義経の絡め手に属したと書かれており、源平盛衰期ではこれを脚色して日踊り越えの逆落としの場面で、
馬が足を折ったらかわいそうと怪力で愛馬を背負い自分の足で急坂を駆け下りる重忠の話を書いています。ギャグみたいな話ですがありえないわけではありません。というのも鎌倉時代の馬は現在の木曽馬程度の大きさで体高130センチ、体重350キロほどです。トレーニングを積んだ重量挙げの選手なら500キロの重さを背負うことができるそうですから、怪力無双で知られた重忠が350キロの木曽馬を背負うのは不可能ではないのです。もっともできるということと実際にやったかどうかは別問題なので誤解のないように。部下の不始末を恥じ餓死しようとして頼朝に止められる。その後平家は壇の浦で滅び、重忠は鎌倉に帰還することになりますが、途中義経が頼朝に反旗を翻して失敗し逃亡。義経の舅だった川越重頼は連座して誅殺され、重頼が持っていた武蔵留守所創建業職を重忠が継承します。文治3年1187年、重忠が地頭に任じられた伊勢の国沼田御栗で彼の代官が牢関を働き、重忠は任命責任を問われて千葉常政に囚人として預けられます。重忠は事件を恥じて食事を取らず餓死しようとしますが、頼朝は重忠の武勇を惜しんで赦免しました。梶原景時の難癖を潔い態度で論破。重忠が一族を率いて武蔵の国菅谷館に戻ると、侍所所持の梶原景時が怪しんで謀反の疑いありと懺言します。頼朝は重臣を集めて重忠を討つべきか審議しますが、小山朝政が重忠を弁護し申し開きを聞くために下神戸幸平が使者として派遣されます。事情を聞いた重忠は悲しみ憤って自害しようとし、びっくりした幸平は自殺を思いとどまらせ鎌倉で弁明するように促しました。左門官になった景時が重忠に起請文を求めると、重忠は私に二心はなく言葉と心に違いはないから起請文を出す必要はないと言い張ります。景時がこれを頼朝に取り継ぐと、頼朝は何も言わずに重忠と幸平を召して褒美を与え返しました。奥州合戦で先陣を務める。文治5年1189年、重忠は奥州合戦でまたしても先陣を務めます。厚ヶ岸山の戦いで三浦義村、笠井重清が陣を抜け出し抜け駆けをしようとし、重忠の老頭がそれを知って重忠に知らせると、先陣を賜っている以上は功績は全て自分のものであるから、抜け駆けをしてまで武功を上げたいと考えている者たちを止めるのは士気を下げ戦術に合わないだろうと悠然として許しました。奥州合戦は鎌倉軍の勝利に終わり、奥州藤原氏は滅亡します。このあと藤原康平に仕えて捕縛された由利八郎が梶原景時に取り調べを受けますが、勝者として横暴な態度を取る景時に憤慨。貴様には何も喋ってやらんと頑として口を聞かなくなります。頼朝が重忠に取り調べを命じると、重忠は由利八郎を勇者として遇し、これに感激した八郎は取り調べに素直に応じ、先ほどの男とは雲泥の違いであると語ったそうです。梶原景時弾劾の連判状に署名。建久3年1190年、頼朝が上洛した時には重忠は右近江の大将拝賀の随兵7名に北条義時、小山朝政、和田義盛、梶原景時、土井実平、比企能員と共に選ばれ、名実ともに鎌倉幕府の後進の地位につきます。正治元年1199年、正月、頼朝が死去。この時重忠は子孫を守護するようにと頼朝から遺言を授かりました。同年10月、かつて重忠に難癖をつけた梶原景時が重臣の結城知光が二代将軍頼家を誹謗中傷したと懺言。これを知った三浦義村、和田義盛などが怒り、諸将66名による景時弾劾の連判状が作られますが、重忠も署名しています。この御家人の怒りの背景には、過去に景時が重忠を陥れようとしたことへの御家人の不満もあったようです。頼朝の遺言に反し、北条氏について比企一族を滅亡させる。
清廉潔白イメージの重忠ですが、知遇兼備であり、決して直情馬鹿ではありませんでした。頼朝に子孫を守護せよと命じられた重忠ですが、頼家の後ろ盾となる比企一族と北条一族との構想では、北条氏を支持し、比企一族を滅ぼすのに加担しています。頼家は北条時政により伊豆修善寺に強制的に隠居させられた上殺害。三代将軍には北条政子が生んだ実朝がつき、鎌倉幕府の実権は北条氏に握られました。時政と牧の方に因縁をつけられ滅亡する。ここまで仁義なき鎌倉幕府の構想を勝ち抜いてきた重忠ですが、今度は重忠が北条時政と5歳の牧の方に目をつけられることになります。元久元年1204年11月、重忠の子重康が北条時政の5歳牧の方の娘婿である平賀朝政と酒の席で口論になりました。その場は周囲がなだめて収まりますが、それから半年もしてから朝政は重忠が謀反を企んでいると牧の方へ讒言。牧の方に惚れている時政は言うままに息子の義時と時房に重忠を討とうと思うがどうだと諮問します。義時も時房も重忠は忠義の人で謀反などありえないと反対しますが、牧の方に押し切られました。元久2年6月22日鎌倉にいた重康は暴殺。同時に重忠のもとに鎌倉に異変があったので至急参上せよと虚偽の命令が出されます。130騎を率いて急いで駆けつけた重忠は、途中の武蔵二間川で北条義時を総大将とする数万騎の大軍と遭遇します。全てを悟った重忠ですが、無実で捕獲されることを望まず、わずかな兵で立ち向かい、愛好末高にいられて討ち死にしました。重忠を死に追いやった時政と牧の方も失脚へ。しかし明らかに無実の重忠を討ったことで、時政は御家人の支持を失います。直後に起きた牧氏の乱では、将軍実朝を拝して娘婿の平賀朝政を立てようとする時政と牧の方に義時と政子が反対。御家人の支持を集めた義時が時政を伊豆に隠居させる牧氏事件が起こります。梶原景時の乱でもそうでしたが、重忠の人望は鎌倉の御家人には絶大であり、いかに時政でもそれを無視すれば御家人の支持を得られませんでした。日本史ライターカワウソの独り言。畠山重忠の乱の背景には、武蔵武士団の棟梁である畠山氏と武蔵の神である平賀朝政を貢献する北条氏による武蔵支配をめぐる衝突がありました。特に牧の方は一人息子の北条政則を15歳で失い、老いた時政の将来を不安視し、娘婿の平賀朝政の地位を引き上げて自分の地位を安泰にしたいという焦りがあったようです。またママ母である牧の方の勢力拡大を警戒する時政先妻の子である義時や政子との骨肉の対立もあったようです。重忠は自らは政争に積極的に関与しませんでしたが、長年の功績で高くなりすぎた地位と領地が結果として北条氏の邪魔となり排除されてしまったのです。関東武士の鏡と称えられ、頼朝にも信任された重忠でしたが、その名声が自分の首を絞めてしまいました。